骨頭のアスクレペオン、アスクレペオン、または、アスクレピオスの聖域は、医学の守護神アスクレーピオスを祀った古代、ギリシア時代及び古代ローマ時代の聖域で、病の治癒を祈願する人が訪れる、治癒所。日本語で、アスクレピオス神殿と訳されることもある。アスクレーピオスを祀った聖域が初めて建てられたのは、紀元前後世紀のエピダウロスだと言われている。この聖域は大きなもので、 現在でも良い保存状態で残っている。紀元前420年頃には、アテナイのアクロポリスの南陸にも聖域が建てられた。紀元前350年頃以降、一般人の間にもアスクレーピオス信仰が広まり、多くの巡礼者が聖域を訪れ病の治癒を祈願したと言われる。探願者は聖域内のイタリ聖書に宿泊し、翌日に祈願を行った後に、 アスクレピア大と呼ばれた、神官医師団の治療を受けたり、温泉やギムナシオンを訪れての治癒法を処方される。また、イタリ聖書で眠っている時に夢に神が現れ治療を施し、目覚めた時にはすっかり治癒していたという伝承もある。当時は、アスクレピオス信仰に代表される心的な治療から、非宗教的で科学的な医学による治療への移行が完全になされておらず、眠りによる、 自然治癒が推奨されていた。ヘビがアスクレピオスと共に神聖な生き物とされてからは、それらが儀式に使われることもあった。紀元前293年には、ローマのティベリーナ島にアスクレペオンが建てられた。エピダウロスのアスクレペオンには、紀元前350年頃に聖域を訪れた70名ほどの治癒祈願者の名前や病の名称。 示された治療法が刻まれた3枚の大理石板が残っている。その治療法の中には、使用の適質といった外科的治療法や、麻薬様の薬を用いた催眠療法などが行われていたとの記述もある。ギリシアの治理学者パウサニアスが残した記録では、ティターニの聖域では女神ヒューゲア像が女性の髪の毛とバビロニアの布で覆うという、 ある種の犠牲が捧げられていたということもあったようだ。パロス島でも同じようなことが行われていたという。ヒポクラテスはコス島のアスクレペオンで医学の知識を授けられたと言われているし、ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスの寺院アレノスもペルガモンのアスクレペオンで学んだと言われている。コス島。 アスクレピオスの正意形 http コロンスラッシュスラッシュ www.mesogeia.net スラッシュトリップスラッシュコススラッシュ asklepion.html ハット ab はセガ大学地中海研究所土屋ガレノスとアスクレピオスアーカイブされたコピー2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ 2014年7月2日閲覧、京都大学文学部哲学研究室木原古代。 キリシアにおけるいの倫理と現代医療倫理 http コロンスラッシュスラッシュリポジトリー .kulib.kyot.ac.jp o スラッシュ dspace スラッシュ b i t s t r e m スラッシュ2433スラッシュ2 4 m i n スラッシュ1スラッシュキャラドップ pdf ありがとうございます。